ジュインガシンニワッチ。さあ始まりました、私ニワトリの中身によるウィッチーズハートのお時間です。今回もやっていきましょうということで、まあ前回ね結構いろいろありましてね、もう若干忘れかけてますけど、まあ、ペアがねまた変わって、今回はね、ウィラルド君とクレアさん、あそうクレアさんがねちょっと今呪いでね口がなんか悪魔なのかな、あれはに乗っ取られてるというか、まあ口が悪い状態ですクレアさんね。ということで、まあこの呪いを解くんだっけ、それとも悪魔のお願いを聞くんだっけ。教えてジゼルさん、人の話を聞け、あと願いを聞いてほしさの悪魔を探す。ついでに言うとクレアちゃんいろいろゴタゴタしちゃったから入浴がまだみたい。これは一緒にお風呂に入るというジゼル様のお告げかな。ということで、あらどうしましたか鉄仮面さん、もう話を聞く。しかし口だけしか自由が利かないっていうのも不便ですわね。早く魔力を高めて全身を乗っ取りたいものですわ。全身を乗っ取れるんですね、本当は魔力さえあればね。ひえー、それは困ります、早く呪いを解かなきゃ、じゃあお風呂に行こうかインベクティブ君。はあ、なんで私が。オッケーです、どこでもお供しますよ。まあね、体は操られてないんでね、口だけなので。それではお風呂に行きましょう。いいのかな、こんな開始早々サービスシーン行っちゃってね。お、あお風呂入りたいなら、なんで外で待つの。外で待ってやるよ。本当ですか、やった、ありがとうございます。それじゃあ行ってきますね。いいかしら、覗いたりなんかしたら許しませんわよ。インベクティブは男なんですか女なんですかね。覗くつもりはないが、仮に覗いたとしてもお前の体じゃないだろう。ああそういえばそうでしたわね。じゃあやっぱ女なのかな、インベクティブさんは。覗いちゃダメですからね。それは振りかな、振りだよね。空気読もうねウィラルド君ね。え、読んで空気ちょっと違うけど、インベクティブになってるけど、そこは空気読もうぜウィラルドーン。なんでそんな紳士なの君は。いい酔いでしたね。そうだな、え、あなたが同意するんですか一緒に入ったのかな。クレアさん、あなた意外と大きいのね。もうそんな意外じゃないでしょ、見ればわかるでしょこんなんね。はもう空気読もうぜウィラルドちゃんよ、視聴者が求めてるのはそういうとこやぞ。さてさて、まあ食材を探、あ、行けるようになってる、まさか。シャル様にお願いしたらここを通っていいって言ってた、ウィシャル様に感謝する、ウィ。マジか、感謝だな。うん、同じこと言ってるわ。じゃあちょっと行ってみましょうか。お、めっちゃウィーがいる。なんかウィーじゃないのもいる。何これ。はい、痛い。もうエロ、もうエロ。熱血な。いちご様。熟してほしいウィー。いちご様。なんだこれ。いちご様、いちご様。あ、シャル様ってやっぱこういうね、この虐殺幼女だったんですね。あ、あなた、ちょっと脳筋女。あ、インベクティブさんね。何シャル様に気安く話しかけてるの。シャル様なんですね。じゃあ配下なのかな。この方がどれだけ偉大な方か分かっているのかしら。上級悪魔のシャルロット様ですわよ。すっごい偉いんですわよ。上級？そうなんですか？じゃあその先輩のジゼルさんはさらに偉いんじゃないですか？あ？
うかつに私に話しかけない方がいいよ。あなた以外の人間には私の姿は見えないこと忘れたの？あ、そうなんだ。そうだった。ウィラルドさんには見えないんだった。ほう。お、え、なんか願い叶えた？別に誰の願いも叶えてない気がするけど今の。一人で会いに来てくれたらいくらでも相手してあげる。虐殺的な意味で。またね。そこはなんかわきまえてくれてるんですね。何このカラフルなの。ここは花壇よ。植物の種を植えることができるわ。へえ。でも植物はただ植えるだけじゃダメなのよ。何が必要かわかるかしら。まあ、これまでの経験を生かすと、まあ、水かな。ここであの種植えられるんです。ん、ああ、ふかふかの土がある。はいはいはい。ラフレシアとか臭いでしょこれね。バラにしておきましょう。はい、1個だけなのかな。ああ、1個だけですね。ここはなんだ、不思議な文様が書かれている、そんな感じか。お、どこであろうと壺があれば割る。それがね、まあ、勇者とかはね、壺探るのが仕事ですけどね、私たちは割るのが仕事なんでね。じゃあ水をちょっと汲んで、はい、ちょっと花に水やりを。いや、夏とかね、実家に帰った時水やりするんですけどね、結構庭がまあまあ広いんでね、やってるとめっちゃ蚊に噛まれるんですよね。バシャ。嬉しそうだ。まあ、そんなすぐには成長しないのかな。じゃあそれ以外のちょっとね、これ何、薪。ああ、薪が燃えろっつってたのか。あ、じゃあ火をつけてあげればなんかいい感じなんですかね。でも火は持ってないですからね。ちょっとオーロラのとこにも行ってみようか。やっぱ呪いがかかった現地に行くのがね。あ、そうか、ここ呪いじゃないわ。間違えたわ。あ、じゃあここには別に今用ないね。まあちょっと一応この虫を持ってとこうか。お、なんかいる。何これ。これは今から12年前に起きた悲劇の再現。お、動ける。何これ。許せない、許せない。誰がこんなひどいことを。ズタズタにされた死体だ。はあ、で、うん、よくわからん。え、それだけで。なんかもう願い叶えてないですけど、それでいいのか。あ、なんかいるよ。何これ。どうしましょう、どうしましょう。ハンカチーフを落としてしまったわ。ほう、ハンカチーフね。この辺には何もないんで、ちょっとこっちの世界に行って、夜行中こいつじゃないのかな。あ、やっぱ夜行中なんですね。おお、いいの持ってるな、クケ。ありがたくいただく、クケ。よし、コンプリート。はい、そんだけか。そんなもんかな。ちょっとみんなの話を聞けって言うんで、じゃあシリウスさんとかどんな感じですか。ねえねえ、さっきノエルさんと何話してたんですか。別に君には関係のない話だよ。関係ないならなおさら教えてくださいよ。ふん、嫌だね。あんまりな、機嫌じゃないな、
仲は良くないね。ねえねえ、さっきノエルさんと何話してたんですか？同じこと言ってる。あー、間違えたん。はい、いけないですね。じゃあどうだろうな、ノエルさんを見て部屋に帰る。調子はどうだい？いろいろ大変だとは思うけど、僕に手伝えることがあれば何でも言ってね。ん？今何でもって、今何でもって、うん、じゃちょっとこっちも行っとこうか。まあ多分何もないとは思うんですけどね。お、ゴートゥーベッド出てる。あら、どうしましたか、鉄仮面さん。何でもないっす。もう寝ます。今日はもう寝ますか？はい。あ、ベッドイン。うわー、どこまでも紳士。じゃあお前はベッド使え、俺寝袋持ってるからそっちで寝る。ありがとうございます。ふん、当然ですわね。いや、ほんとウィラルドさん紳士なんだから。いいかしら、私に何かしようとしたら大声を出しますからね。バカか。誘い受けですよ。行きましょうよ、ウィラルドさん。くそー、なぜだ、ウィッチーズハート。もうちょっと鶏並みにね、下心全開で言ってほしいですね。はい、セーブ。デイホー。まあね、この実況も早7か8ぐらい、9かな、まあ、言ってますけどね。あとどれぐらい続くんでしょう。サイドノエル、はーい、どうぞ。お、あれ、ペアは。どうも、夜分遅くにこんばんは。ああ、アーシェか。あれ、シリウスはどうしたの？ふふ、ただいま入浴中でして、だからこっそり遊びに来ちゃいました。もう一緒に入っとけ。怒られても知らないよ。でも入浴はさすがにペアじゃないんだね。いやいや、そこもペアにしましょう、クリアさん。そうですね、まあ私は別に構わなかったんですけど、シリウスさんが嫌がったので。うん、確かにそういうの嫌がりそう。ところでところで、さっきシリウスさんと二人で何の話をしていたんですか？どうにかして突き止めようとするアーシェ君。さっき、ああ、夕食の後のことか。ね、日記帳が盗まれたって話を聞いたよ。君たちがペアを組んでいるのはそれが理由らしいね。そうそうそう、そうなんですよ。なんだ二人がしてたのは、なんだ二人がしてたのはその話か。そんなことだったのならシリウスさんも素直に教えてくれればよかったのに。シリウス、人と話すのが苦手みたいだから。でもあなたとは結構話しますよね。でも結構みんなと話してる気がするけどね。え、そうかい。日記帳の件もあなたのことはまるで疑ってなかったみたいです、みたいでしたし。ああ、そういえば言ってなかったっけ。僕らね、もともと知り合いなんだ。おお。え、そうなんですか？うん。と言っても、12年ぶりくらいに会ったから、最初は全く気づかなかったんだけどね。へえ、なるほど。お二人は知り合い。そう聞くと納得のいく点もいくつかありますね。納得？あの人、知らない人が朝から夕方まで寝てたら
叩き起こしそうじゃないですか。そうかな。そうです、絶対そうです。でもね、ああ見えて結構優しいところもあるんだよ。私にはそれちょっとわからないですね。それじゃあ私、バレないうちにそろそろ戻りますね。そうだね。もしもシリウスに怒られそうになったら、僕と一緒にいたって言うんだよ。優しい。はーい。ノエルさん、優しい。12年ぶり。その辺が何か鍵なんですかね。めっちゃ悪魔いるけど。うまくはぐらかされた気がする。ノエルさんはおそらく本当に重要なことは何も言っていない。さすが、実は頭のいいアーシェ君。サイドノエル、サイドシリウス、入浴進化。終わってた。あ、シリウスさん、もう日付変わっちゃったみたいですよ。驚きですよね。そろそろ眠くなってきたんじゃないんですか。風呂上がりだから目は覚めてるよ、冴えてるよ。まあもう少ししたら寝るつもりだけどね。そうだ、寝る前にウィラルドさんとクレアさんに挨拶していきませんか。呪いの件もどうなったのか気になりますし。そうだね、一声くらいかけていこうか。でも今二人はベッドインですから。ちら、いない。ファッツ、あれ、いないね。そうですね、こっちにいると思ったんですが。クレアさんの部屋ですかね。ま、いっか。これは一体どういうわけだってばよ。あ、鍵がかかってる。ということはもう中に誰かいるんですかね。これ外からかける鍵なのかな。じゃあどうすんだこれ。この状態でもジゼルさんは見れるというね。もう完全にこれ別物ジゼルさんですよね。ヒント、アーシェ君も言っていたけれど、ウィラルド君たちの様子を確認しに行ったらどうかしら。あと日記帳の置いてあった部屋を一応確認してみたら。ウィラルドさんね、もうどこに行ったか分かんないんですけど。そうか、ノエルさんなんで鍵のかかった部屋にも入れるんですね。ああシリウス、アーシェ、まだ起きてたんだ。僕ね、夜は強いんだよ、かっこ意味深。今だってとっても目が冴えてるんだ。それあんだけ寝てたらね。まあおかげで朝はピクリともしなくなるんだけどね。意味深、本当に困った体質だよ。こういうの夜行性意味深っていうのかな。ふむふむ。あ、いた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 。めっちゃか、あ、なんか魔法使える。めっちゃ魔法使える。でもそんなに強くない。強くない。あんま攻撃力がないですね。それともクレアさんの蹴りが強すぎるだけなんだろうか。そうか、日記帳のね、置いてあった場所ね。はいはいはい。あ、ノエルさんの状態ならあの奥に行けるんじゃないだろうか。ダメなのかな。ああ、特に上に用事もないだろう。ダメなんだ。一体何があるっていうんだ、あそこに。お、HP くれ。くれ。来たー、ありがとう。ではでは。おお。でもこれアーシェ君同伴なんですよね。ドロシー様、ごめんなさい。あの写真は必ず取り戻してみせます。あの写真、日記帳見つかるといいですね。そうだね。漢方薬の調合の仕方、
草の香りのするドロドロの液体、木の実、果実が液体につけられている。魔法陣の書き方、薬の調合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 。まあ特に何もない感じですかね。まあ、何かあったらおかしいんですけどね。それでは戻りましょう。でもね、ウィラルドさんの部屋にもクレアさんの部屋には鍵かかってるし。あ、なんかいる。ちょっと待って。ちょ待って。お前ちょ待って。え、どこ行った？あれ、どこ行った？お、カランコロン。おー、ゲット。あれ、魔女じゃないや。なんか困ってる悪魔助けるイベントないのに、ゲットしましたね。まあいいか。届けるか。ヘイ、ベイビーを連れてきたぜ。はい。おかえり。かわいいかわいい私の子供。お、レインボークリスタルを手に入れた。たくさん集めるといいことあるかも。ほうほう。じゃあ、あの321のカウントダウンがない代わりに、なんか特別なアイテムがもらいましたね。ドプン。シャル様にお願いしたらここを通ってもいいって言ったおい。別にクレアさんじゃなくても通れるんだ。本当だ、見えない。あ、なんか落ちてる。これハンカチ。お、ハンカチゲッツ。あ、咲いてる。はい、バラを手に入れた。ほうほう。じゃあ次ラフレシア行ってみようか。はい、で水バシャー。ハンカチあったぜ。痛い。まあ、あなた見つけてくれたの？嬉しいわ。チュッチュッ。ありがとうね。お、レインボークリスタルが。はい。でもさ、これ勝手にクリアしてったらさ、ねえ、いざあれが出た時、助ける悪魔いなくなるんじゃないの？どうなの？よくわからん。アイテム、クリスタル2個所持しています。何でしょうね。そんなところかな。はい、ですね、今これとね、喋りかけたらね、特別な玉ねぎを渡しますかって出たんですよね。はい、ありがとう。おお。あ、じゃあこれ釣って野菜を手に入れる感じなのかね。どうなんだ。あ、ベッもう寝ていいんだね。はい、寝まーす。アーシェ君、寝袋ですね。寝袋か、準備いいね。こんな山奥まで来て野宿の準備をしてないとか自殺行為ですよ。当然です。君さ、そこまでして何しにここへ来たの？雨宿りとは言っていたけどさ、どうしてわざわざこんな山奥まで？あはは、実はね、私ここには魔女について調べに来たんですよ。魔女研究家ってやつです。研究者っていうのはね、研究のためなら何でもできるんですよ。何でも。野宿だってします。へえ、なるほどね。今までこの屋敷にやってくる人間はたくさんいたけどさ、つまりそいつらはみんな魔女研究家だったってことか。謎が解けたよ。いえ、それは違うと思いますよ。違う？じゃあなんでわざわざこんなところへ？なんでって、もしかして知らないんですか？魔女の心の噂。魔女の心？知らないんだ。あ、一応言っておきますが、魔女の心といっても
あの有名な絵本のことではありませんよ。伝説の秘宝、魔女の心、別名ウィッチーズハート、これか。それを見つけた者は何でも願いを叶えてくれるそうです。てんてんてん。そしてその魔女の心がどうやらこの屋敷の中にあるという噂があるんですよ。それは迷惑な噂ですね。なんだいそれ。その何でも願いを叶える秘宝とやらがこの屋敷の中に。そんな理由でみんなここへ来てたのかい。ありえないね。非現実的すぎるよ。お前が言うのか。魔法使ってたお前が言うのか。ですが現にここではこんなに非現実的なことが起こりまくってるじゃないですか。見ましたよね、外の化け物。それはそうだけどさ、やっぱり僕は都合が良すぎると思うけどね。その魔女の心とかいうやつはみんなさ、そんな夢物語みたいな噂を本気で信じてるの。バカバカしいね。そんなことに労力を割く暇があるのならその願いを叶える努力をすればいいのに。なかなか現実的なシリウスさんですね。あは、確かにそうですね。それじゃあそろそろ寝ましょうか。そうだね。それじゃあおやすみ。おやすみなさいませ。まあその努力してもどうにもならない願いをね、叶えたいんでしょう多分。すや、お、ウィッチーズハート、珍しい。お、サイドシリウス、サイドウィラルド、一体どこに行ってたんですかね。おう、どこここ。なんだここは。謎謎謎？え、何これ？夢？って、あれ、私喋れる。クレア、起きたのか。どうやら俺たちはここに閉じ込められたようだ。これは噂の、をしなければ出られない部屋では。これは。私のことを知りたいのなら奥まで来なさい、インペクティブ。おん、なるほど、やつの仕業か。おお、行くぞクレア。はい。ほう、ということで、まあ今回はねここまでで、まあね、次回はそのねインベクティブさんの秘密をね、なんか探るんでしょう。そんな感じです。それではバイバーイ。ニワッチ米返しコーナー。クレアとジゼルのアイコンの並び方がアシュラ男爵に見える。確かに。いるのかいたのか、そこ重要にはね。先読みしていくスタイル、いいねいいね。2話の先読み力が光る。ホモと少女、何か起きるはずもなく安全な世界。ニワトリさんのアテレコが時々ふんわりするのすっこ、ふんわりニワトリ。秘宝、クレアさん戦力外通告。最強戦力なのに戦力外通告されるクレアさん。されるがままに着せ替えられながら淡々とアドバイスを与えるジゼルさんを想像して草。一体どんな感じで着替えてるんやろね。より目で絵を重ねると簡単になるよ。より目で絵を重ねるだと。アーシェ、計画通り。本当にそう思ってそうで怖いわ。そうなんだ、俺はムラムラするけどな。ニワもニワも。ノエル、マジ空気だな。ノエル君、すや。インベクティブは口だけの女、なんかエッチー。毒舌じゃないんかい。確かに。教えられるわけがないということは解く方法はあるんだな。なかったら物語終わっちゃう。
手よくシリウスを押し付けられるアーシェの図。因果、おほー、そういえば今回再生時間長いね。やめ時がわからなかったにわよ。